帰れちゃう時と同じようなこと感じてる。私なんか頑張った結果が欲しい。あら、溶けちゃう私。わあ、ちょっと危惧したことがちらついてることがバレて、最初もかなりショック受けてたもんね。うわあ、もう楓ちゃんマイン、お父さんみたいなマインドになってる私。アニメリアクターの財前です。今回も楽しんでリアクションやっていこうと思います。今回見ていくのは青春豚野郎はお出かけシスターの夢を見ない、見ていこうと思います。はい、というわけで始まりました青豚シリーズ、劇場版見ていこうと思うわけなんですけれども、時間が空きまして、さあさあさあ新作映画が公開されたよっていうことで、まあお出かけシスターとランドセルガールがあるわけなんですけど、それの配信が行われまして、今回チェックしていこうかなというふうに思います。まあお出かけシスターは前から配信されていたけど、ランドセルガールのね更新に合わせて見ていこうというところなので、とりあえず今回はお出かけシスターを見て、まあ翌日、ランドセルガールが更新されると思うわけなんですけど、まずはまあお出かけシスターですよね。まあ間違いなくあの漢字の方の楓ちゃんがフォーカスされていくんじゃないかなっていうことで、まあ本編もね一応見直したんですけど、割と楓ちゃんの話がねなんかこう気になるなってところで終わったというか、漢字の楓ちゃんよりひらがなの方の楓ちゃんの方にかなり重心が寄っていた話だったから、今回は多分漢字の方の楓ちゃんだから、いじめられたきっかけ、結構悪口を書かれた本人の楓ちゃんがどういう風に、まあ、お出かけしていくのかどうなのかっていうところではありますよね。結局は楓ちゃんってどうなんだっけ、ちょっと僕もちょっとはっきりとやっぱりバッて見たからはっきりと把握はできてないんですけど、まあとりあえずね、もう漢字の方の楓ちゃんどういう風になっていくのか注目していこうと思います。まあ、それでは見ていきましょう。よーい、スタート。あ、ニプレックス、あ、Dアニメストアで見てます、レンタルして。さあレッツゴー。クローバーワークス、あ、クローバーワークスさんなんだ。あん、なるほど、通りで作画が綺麗だと思ったわ。今までもそうだよね。わっつ、え、なにこれ、え、なになになに、怖い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 、あ、びっくりした。お前は干渉しすぎたかと思った。青春豚野郎お出かけシスターの夢を見ない、お出かけシスターっていうくらいだから、楓ちゃんって外出てたっけ、戻って。おお、ランドセルガール、あら、あ、舞さん、あ、ランドセルガールって舞さんなの。おじさん、あ、やばい、心がえぐられた今。うん、あ、こじれる前か、お母さんと。うん、わお、なんかもちもちしてるな。なんだ、はい、なんか語りかけてる。いい夢見てたのに。あら、なんだ、なんだったんだ今の夢。ランドセルガール、僕翔子さんの話だと思った、ちっちゃい。そうか、進路か。そうね。さて、そうね、
国立だっけ。あら、まヒロインとしてはちょっと舞さん最強すぎるからな。さあ沖縄旅行、沖縄行くの？うん、そうね、年上に刺さってるよね、よく。そうね、愛されすぎてる。あ、いい、ありすぎたね。うん、ありすぎた。まあ、時間軸的にはあの後ってことだよね。出会って生きてたことを確認した後。あら、あ、カエルちゃん、あ、そうか、学校行くみたいな、髪の毛やってたね、そういえば。あら、うん、かわいい。あら、すごいね、忙しいね、舞さん。あら、マネージャーさん？まあ、それはそうね。なんか本当にこの子強いわ。さて、何なんだろう、土日？うん、あら、ああ、私も見て。まあ楓ちゃんには多分お兄ちゃんぐらいしかいないだろうからな。うん、ああ、大丈夫なのかな。そうよね、あなたも言われてるしね。うん、高校、そうね、それはそう、時間が経ちすぎてる気はする、記憶を失ってから。カウンセラーの人か。うん、うん、
ああ、そうね。はいはいはい。あ、そうなんだ。定時？あー、通信か。まあそうね、多分ハードルが低い分みたいな。あ、音響が。あら、なすの？あ、峰ヶ浜？峰ヶ浜だっけ？峰ヶ原か。反対か。マジ？まあでも多分県立とかになると一発だもんね、多分。複数滑り止め、ああしてああしてみたいな。大学受験とは違うだろうからね。まあ、それだけ差はあるわけだな。わあ、いいお父さん。なんかひらがな楓ちゃんの時はやっぱりなんかあんまりあれな印象を受けたというか、いいお父さんではあるけどみたいな、なんだろう、ひらがな楓ちゃんを知ってるからこそ多少なり呵責はあったけど、やっぱり息子のために娘のためにっていうお父さんではあるんだよね。あら、あ、でももう多分残りわずかだよね。わ、過去問？センター試験。え？どういうこと？え、すごっ！あ、やばい、英語だ。僕あの、あ、そういう想定。なるほど。でも頭いいんだよね。すごいな、仕事やりながら受験して。マジ？なんかごまかしてるな。いいカップルだ。ちなみに僕のセンター英語は2割でした。40点。
すごいな。うん。あら。あー、楓ちゃんについて相談かな。え、年下にも一応モテてるけどね。でも縁が多いな。さて誰だ、のどかちゃんとか。あ、でももう一人いるよね。ああ、そうなの。あら、駆けつけてくれる。あ、やっぱりのどかちゃんもいるんだ。あらあら、仲良し家族だな、本当に。わお。あ、お姉ちゃんの時の。高学歴アイドル。あー、ちょっと若干引け目があるというか、うん、あ、願書。わお、全日制。さあ、峰ヶ原。わあ、応援してくれてるね。楓ちゃん頑張れ。もう。笑顔のやつ。まあ教え、もう教えようよ。そうか、でも桜島家って結構、桜島家って言ったらあれだけど、この姉妹二人とも頭いいんだよね。そうか。のどかちゃんもあれか。お嬢様校か。うん。うん。うん。あははは。なるほど。そういうことね。ここね。ああ。ハードルの高さも分かってるんだ。うん。うん。なんか起きそうだけどね。まあここまで来ると暗示に感じるよね。うん、まあそうね、信じれる。うん、さあ、ワンダフル英単語。妹以上になんか勉強してそうだけど、どうだろう。いいね、優しい。
嬉しそう。嬉しそう。お？やばい、バリムカ言われる。確かにかなり短いよね。大丈夫かな？あ、カレちゃんじゃん。あ、そうか、コカちゃん会ってないか。うん、あら、マイさんも。そうね。うん。はいはい。ああ、まだ抵抗があるんだね、でも。ああ、いいね。頑張ったな。頑張ったね。ありがとう。ありがとう、頑張ったね。大好きだよ。このメガネマイさんも美しすぎないか？このファミレスを聖地にしよう。あーでも、なんかこの絵、ま、ねえ、なんか、あー、ダブるんだ。あー、なるほどね。なんかでも本質的にはやっぱり、あずさ川楓なんだ。うーん、同じことを感じてるのかも。これさ、感じちゃってる？やばい、シフト入れちゃった。噛み合わない。ああ、でも、多分、ひらがなカエデちゃんの時と同じようなこと感じてる？何ここ、新宿？なんか、そうっぽいよね。前のカエデちゃん、どうなんだろう。うん。小田急線、あ、なんでもないです。なんでもない。いいや。うん。うん。ねえ。ああ。仕事とっていうことか。でも本当に怖いよね。うん。ああ。確かになんか、なんて言ったらいいんだろう。人と向き合う姿勢っていうものはなんかのらりくらりしてるけど、すごい向き合ってるよね。さあ、通信制。
学校説明会。うん。たるまえ。うん。なるほど。生徒インタビュー。うん。 N 校とかってこんな感じ？うん。へえ、すごいね。なんか雨宮さん？あーえー、え？あ、え？あ！元センターの子。すごいね。へえ、へえ、なんか印象が全然変わるね。なんか汗かかないうんぬんの話だね。ねえ、明るかったね、思ったより。ああ、わあ、偉いな。いや、受かってほしいなぁ。なんか、受からなかったらなんか、致命傷になりそうな気がして、そのままキープ。一切動じない。うん。ああ、わかってる。うーん、ま、気づいてるね。通信制、まあ、道を。優しい付き方だな。そうなんだよね。
そうね。何をする気ですか？あ、無言の心臓の件は覚えてるんだっけ？記憶の共有がうんぬんかんぬんなんだよね。変わった世界の先の話なんだよね、これはね。一応3周目というか、漏らします。あら、入学願書受付。持ってこれたのかな。まだか。ねえ、ちょっと心配だね。来た？あー、やっぱり怖いんだ。楓ちゃん頑張れ。なんか人柄こそ変われど、そうね、だいぶ待ってた。なんか、あ、出てる？これは。うわ、楓ちゃんの、隠してる。そうね。やっぱり本質はこの臆病で、あまり
前に出れないところは、ひらがなの時であろうとね、記憶が戻る前でも後でも変わらないんだな、やっぱりそう感じると。頑張ってほしいな。保健室登校なんだね。音楽超いい。あの本編の時も思ったけど、頑張れー、ほんとに楓ちゃん頑張ってほしい。なんか頑張った結果が欲しい、楓ちゃんの。頑張ったことが報われることで進んでよかった、一歩踏み出してよかったなって思ってほしいよ、おじさんは。あら、どんどんできるようになってきてる。ん？二人分。ああ、そうなんだ。うん。ああ、でもパンダは残ってる。ああ、そうなんだ。あ、なんかメモ挟んでない？うん。あ、そうなんだ。頑張っておいで。うん。
校と学校頑張れ本当に大丈夫だから勉強してきたから楓ちゃんお腹すいた？お、あら、あら、あら、溶けちゃう私。と言っていたら、舞さん。あら、着物。そうね、息できなくなっちゃう。うん、あーてか受験近いよね。あらそれもありそうだったな。いいなこのカップル。うん、そうね、このテンション感で。あら、子役の子？お母さんと子役の子。あ、これがランドセルガールにつながるんだ、きっと。子役だよね、舞さんって。あー、04、なに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 。What's up? あ、やばい、あざ？あざって結局あれ、何？不安定になると出てくるの？そんな感じだよね。うわあ、ちょっと危惧したことが、いやーだって、もう、通信制の大学じゃない、通信制の高校見てた時点でなんかあるんだろうなと思ったよ、この受験で。緊張しすぎちゃった？いや、でも、いやー大丈夫かな？あ、もう顔パス。いないし、あ、いなくなかったわ、奥にいた。
ああ。あざが出ちゃったんだ。ああ、その一歩が。ああ、やっぱりそっ。なる。そこか。ああ、す。比べてることを感じ、ふちらついてることがバレ、やっぱり。サクタ、サクタ。お願いします。後で。大丈夫？大丈夫なの？うん。頑張ってたのに。勇気をもらってたところでもあると思うからね。ああ、そうか。頑張ってたことを、この日記で、知ったから。ああ！これを、そうか。ん？はいはい。あ、アイドルの子？メンバーの子に話でも聞く？そうか、やっぱりでもそこはやっぱり引っかかってくるんだ。舞さん？うん。霧島東子。
本当に、このさ、舞先輩の距離感やばいな、マジで。適切な距離感をなんか取ってる、今は。今は楓ちゃん、見てあげて、みたいな。ああ、学校案内。2月21日土曜日。お？ああ、ここでなんか、イベントかなんかやってる？スイートバレット。この音響すごいな。あー、やっぱり、この子と接触するっぽいなぁ。ふぅー！うん。おぉ、帰ってくる。うん。あら！天然系。うん。うん。イエーイ！うん。うん。そうね。無理して歩幅まで合わせるつもりは。うん。うん。マジ？超ありがたい。超ありがたすぎてちょっとびっくりしちゃった。やっぱ持つべきものは、つながりだぜ。うん。そうだね。
ひらがなの子の方はね。うん、そうなろうと必死だったもんね。そうだよね。だって最初もかなりショック受けてたもんね。こんなことないよね。楓ちゃんは楓ちゃんだもん。ああ、年パス。ああ、そういう視点か。あ、あらあら、こんなライトに乗せてくれる？ありがてえ。数字度。広川うずきさん。すごい。距離の近い子だね。あら。あら、ズッキー。あら。どかちゃん。あら。あら、もう。このグループのマネージャーさん大変そう。あ、お母さんなの？あ、お母さんなんだ。ああ。ちょうどいいね、保護者と。ごめん、僕も見えてた。でもそういう、いいお母さんだね、でも。
行かないのはまあともかくとしてみたいな、新しい道を提示してくれてる。うん。ほう。さあ、ズッキー？わあ、学校？外観だけじゃちょっと どうもマイペース、すごいマイペース、ズッキー強すぎるな。うん。そうね。うん。確かに。僕も変わった、あれ見て。でも自由で楽しそうだよね。ああ、そう。うん。あら、若いね。うん。うわあ、ねえ、いいお母さんすぎるな。あら、ああ、みんな。うん。うん。前の私ね。そうね。うわぁ、なんかすごいいい言葉をちょっとこう淡々と言われて、私はもう目頭が熱くて仕方がない、本当に。あら、コミちゃん。カノコノミちゃん。あーん。すごい空間になってくるな。
パソコンで。そうかそうかそうか。そういう電子機器類なかったんだもんね。すんげえ変な発音になった。うわーもう楓ちゃん前に、もうなんかもうなんかあんなに向き合ってね、やばいやばい、もう お父さんみたいなマインドになってる私。ちょっとお、友部さん、なんか発音ガチャガチャ。電話、マイサー以外からの電話も出ます。頑張ろう、頑張れ。もうこの子はもう、え、どういうこと？合格？峰ヶ原受かった？え、どういうこと？ん？どっち？あら！定員割れ！やば。県立で2倍はやる。減りすぎやろ。よっ、うん。いやー、この時代だからか。うん、結果もしっかり。うん。わ、そう。どっちに行くか。でも、選択。うん。うん。うわあ、友達もいるし、環境もあるし。楓ちゃんなりのみんながいるよ。うん。そうね。柳通り、あ、すいません。佐川楓、うわー、しゃ、よかった、私はすごいよかった。トロイメライ、はあ、ふぅ、っていう感じですね。いやーもうめちゃめちゃよかった。ちょっと僕さ、楓ちゃんの話
最後の11から13はさ、ちょっと物足りないなって終わり方をしたんだよね。ってか、戻って、はい終わりみたいな感じだったじゃん。何言ってるか全くわかんないんだけど、戻ってはい終わりみたいな感じだったから、物足りないなって思ったから、ここで保管されたのよかったし、うわぁ、でもなんか、この構成、なんか、うまいなっていう感じはあるね。なんか、お父さんがさ、うわぁ、この二人、クレジット。あ、でも確かに二つ聞こえるかも。おとなしい声と、かわいい声。かわいい、どっちもかわいい声なんだけど。いや、でもさ、なんかさ、楓ちゃんがさ、いた時にさ、お父さんの反応、結構、なんでこっちの楓ちゃんも見てあげないんだって思ったじゃん、ひらがな楓ちゃんの時。で、それだったから、あんまり、僕もやっぱり、いいイメージを持たなくって、で、ねえ、漢字の方の楓ちゃんが戻ってきた時に、あ、戻ってきたんだよかったなみたいな感じになってて、もうさ、でもさ、今の楓ちゃんがいるのはさ、漢字の楓ちゃんがいるのは、ひらがなの楓ちゃんがいて、いろいろ頑張ったおかげなんだよ、みたいに思ったけどさ、それを思ってるからこそ、前の楓ちゃんの方が良かったんでしょ、みたいなこと言われて、いや、でも僕、前の楓ちゃんも好きだけど、みたいな、もう、なんか、すごいいっぱいいっぱいになっちゃった。なんか、視聴者にも語りかけてるじゃん。かなりさ、アニメシリーズでは、ひらがなかえでちゃんの方に肩入れするように作られていて、こっちで、漢字のかえでちゃんが来るっていう。でもさ、本質は一緒なんだよね。臆病で、前に一歩出るのに、人よりも何倍も勇気がいる子じゃん。そこがまたなーっていう。いや、めちゃめちゃ良かった。なんか、お父さんみたいな前になっちゃった。なんか、もう頑張ったねって。おじさんになったんだなって、すごい感じた。私。うん。いなんか、視点が完全におじさん視点だもんね。この子は本当に、こう、あと一歩したらもうこう言ってたよね。もう完全に。改めて見てみると、めちゃくちゃこの作品さ、あと、地域がリアルだね。見たことある地域ばっかり。びっくりしちゃった、ちょっと。こんなに、政治描写細かかったっけって思っちゃった。あ、ドワンゴ学園、やっぱり、ドワンゴ学園と N 校ってどう違うの ?N 校の人は今なんかレポートが出せないらしいんですけど。大丈夫か?楓ちゃん今レポート出せてないかもしれない。角川角川そうなっております。まあでもそんな感じで、まあ、なんかちょっとしたスピンオフみたいな感じかと思ったけど、がっつり来たな。めちゃめちゃ良かった。ちょっと、楓ちゃんの話の掘り下げ欲しかったから。うわぁ、超良かった。マジで良かった。おぉ、まだ続く?卒業式。あ、舞さん。そうか。あら。え、これで小学校のまま来るって言わないよね。なぜか小学校のままになっている。あれ、舞さん。え、小学校に、どっちだ、これ、おっと、びっくりした。小学生舞さんやってきちゃった。え、でも、あれ、高校生舞さんは、あの、財前黄色って言います。あれ、高校生舞さん、まあ、卒業したから高校生じゃなくなるんだけど、あれ、これどういう青春症候群なんだ?あ、青春症候群?思春期症候群なんだ?おー!マジか!これで続くのか、ランドセルガールに。え?サンタクロースの夢を見ない?はい、というわけで見終わったわけなんですけど、めちゃ良かった!正直サブストーリー的な話かと思ったけど、がっつりここまで練られたストーリーが来るとは思わなかったから、かなり食らったね。マジで。うわー、でも、ねえ、本当に、
ねえ、さっきも言ったけど、本当に立派だよね。本当に立派だよ。いろんな巡り合わせがあって、やっぱり、楓ちゃん、本当にひらがなの方の楓ちゃんからもらったものっていうのもあると思うけど、そういう巡り合わせとか、ね、いろいろとある中で、しっかり自分で選択した楓ちゃんは立派だよね。もう、作田の代わりに私が伝えちゃう、みたいなところであるんですけど、でも、ねえ、やっぱり、どうしよう。楓ちゃんのこの言い訳がすごい難しい。今の楓ちゃんはさ、やっぱり多分、いろいろと思うところがあったわけですよ。あの楓ちゃん、前の楓ちゃんのノートを見て。ねえ、いろいろと日記があって、どれだけ頑張ってきたかを分かってるからこそ、それをもらって生きてしまっていいのかっていう呵責があったわけなんだよね、きっとね。だからね、その分報いてあげないといけない。彼女の頑張りに応えてあげなきゃいけない。彼女の代わりに私が来てしまった、私が上書きしてしまった、塗りつぶしてしまったみたいな、そういう気持ちがあったと思うんだよね。いや、うまいよな、この作品。マジでうまいな、マジで。テレビシリーズでめちゃくちゃだって、前の楓ちゃんに肩入れしちゃったもん、僕は。改めて見ても、もうお父さんもさ、戻ってきた瞬間にさ、みたいな、前の楓ちゃんもさ、立派だったよみたいな風に思ったじゃん。視聴者みんな思ったと思うけどさ、ここでお出かけシスターね、見ちゃうとさ、前の楓ちゃんもすごい良かったよねみたいなことを思うことが、今の楓ちゃんを苦しめることになるかもしれないし、どっちも楓ちゃんであるっていうさ、それは分かっているけど、そう言われちゃうと、いや、そんなことはないんだよと言いつつも、やっぱり重ねてしまってる人はあるわけじゃん。今の楓ちゃんも前の楓ちゃんに似てるなみたいな。同じなのに、同じなのにだよ。同じなのに前の楓ちゃんに今の奏ちゃん、奏ちゃん？同じなのに前の楓ちゃんに今の楓ちゃん似てるな、みたいな。そういうこと思っちゃうわけじゃん。もうそこのさ、視聴者にも攻撃してくる。で、作田にしっかり感情移入もしてるからさ、作田もさ、やっぱりちらついてるわけじゃん。今まで一緒に過ごして家でいたっていう。で、最後もいいよなぁ。もう、楓と楓の二人のエンディングも素晴らしいし、なんかあそこでさ、前に進むっていう選択をした、なんか、楓ちゃんにもう本当に涙が止まらなかった。もう絶対おじさんになっちゃった。やばい。これで泣くって絶対おじさんだと思う、僕。なったんだと思う。なんか、もうこんな選択をしてくれてよく頑張ったね。なんかさ、大人になるとさ、よく頑張ったねで泣くじゃん。ねえ、学生とかが頑張った姿で泣けてくる。よく頑張ったねで泣けてくるっていうさ、これは絶対おじさんになってしまったのかもしれない。だからこそ、舞さんにおじさんって言われた時に、確かになと思ってしまった。どうしよう、本当に。おじさんである。それを受け入れる時が来るかもしれない。どうする、僕が。今になって、思春期症候群発動したら、おじさんになりたくないという。どうしよう。この作品見て僕も思春期症候群発動しそうです。大丈夫ですかね。はい。まあ、そんなところではあるんだけど、いや、でもめちゃめちゃ良かったな。こういう回収をしてくれるのはすごい嬉しいし、頑張った楓ちゃんの努力も一応、峰ヶ原合格っていう結果になって現れてるっていうところがいいよね。いろいろと選択肢がある中で、楓ちゃんが選ぶっていうところが大事なわけじゃん。だからこそ、不合格になってそこしかないってなるよりかは、定員割れで、まあ、合格になりましたよっていう方が、物語的にもいいしね。すごいなっていう風に思う。それでいてやっぱり、前の楓ちゃんの思いもわかるけど、私は自分の周りにいるみんなを大切にして、その中で、やっぱり自分の選びたい道を生きていくっていう、自分の幸せを手に入れに行くっていう、この楓ちゃんの選択もめちゃめちゃいいしね。なんか、楓ちゃん見るとさ、もうなんかさ、これはもう視聴者みんなだと思うけどさ、楓ちゃん見るとさ、本当に心がざわつくんだよね。大丈夫かなみたいな。初めてのお使い見てる時と同じ気分になるの。もう楓ちゃん、大丈夫？大丈夫？みたいな。なんかあざが出て、いや、なんかこの最後さ、こうあざが出て、私見られてると思ってるんだってなって、この布団にくるんじゃうところとかさ、もうあそことか本当に辛くて、なんか頑張ったじゃん、頑張ったじゃんって背中を押してあげたいけどさ、でも、結果を見ちゃうと、やっぱり頑張れてなかったんだっていう風になっちゃう、この楓ちゃんの気持ちもわかっちゃうし、だからこそ本当に峰ヶ原高校の合格が嬉しい、頑張った結果もしっかり出てるんだよっていうさ、定員割れかもしれないけど、合格はしてるんだよっていう、頑張ったことは報われるんだよっていうメッセージみたいなことにもなってるじゃん。いやー、だって2倍でも、だって2倍でもやめなかったからね。定員割れで合格できたわけだからね。勉強もしてっていう。
うん。いやでもなんかこうなると縁っていいね。なんか縁っていいなって思う。なんか、まひさんと付き合えたことにより、のどかちゃんと縁ができて、のどかちゃんと縁ができたからこそ、このズッキーとも知り合うことができて、ズッキーと知り合えたからこそ、かえでちゃんは通信制のこの良さを知れて、そして自分の道を歩けるっていうさ、もう人と人との縁がさ、いろいろと因果となって繋がっていくっていうところがいいですよね。めちゃめちゃいい話だ、この作品は。素晴らしいというところで。さあまあそんな感じでランドセルガールに繋がっていきますわよっていうことではあるわけなんですけど、どうなんだろう、何なんだろうね、あれ。でもさ、舞さんの過去、子役時代ってことだよね。うん、子役時代っていうことだけど、なんだっけ、この世界線だと、朝ドラヒロインの舞さんが、なんかドナーの映画のヒロインで売れたっていうことになってるんだね。そこの祖母とかも関係してくるのかな？いろいろと気になるところではありますけれどもね。まあね、ランドセルガールも見ていくので、まあその辺の謎についてはそこでいろいろと見ていきながら、もう今は、楓ちゃんの成長を喜びましょう。いいね。素晴らしい着地だったと思う。最高。はい、というわけで、とりあえず今回はこんな感じで終わろうと思います。はい、ということで、ランドセルガールについては翌日リアクション動画が上がりますので、ぜひとも待っててね。はい、というわけで今回はこんな感じで終わります。以上、青春豚野郎はお出かけシスターの夢を見ないでした。バイバイ。